広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よっぴーゆっとです。ライチメカーです。今回はゲストの方にお越しいただいております。はい、第6期ポケカ四天王の石山亮太です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日はですね、石山選手にポケカ四天王直伝デッキレシピのデッキ持ってきてもらいました。はい、今回僕が使うのはフライゴン EX デッキです。フライゴン EX の技ストームバックは技のダメージを与えつつ自分のベンチポケモンと入れ替えることができるので、ミミックやクレフィーといった相手を妨害できるようなポケモンをバトル場に出してじっくり戦うデッキにしました。今日はね、ライチメカーが戦わせていただきますのでよろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ。じゃあ高校もらいます。はい、残念ポケモンがいません。 OK です。では1回多く引き直しているので1枚引きます。はい、それではバトル始めていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。バトルスタート。なの毛がクレッフィー。クレッフィーやめてよちょっと。ラッキースタートいいな。1枚引きます。もう早速ね、種ポケモンの特性使えないですから。ネストボールを使います。はい、ナックラーをベンチに出します。じゃあこれで番終わります。はい、1枚引きます。ネストボール使います。はい、いや輝く月光河とかイキリンコ X とか使いたいよ。イタズラロックによって今ね特性がねなくなってますね。はい、タケルライコ EX ベンチに出します。はい、砂の毛側に高エネルギーをつけて、一応勇気のお守りもねつけておきます。はい、じゃあこれでもうこの番は磁場炸裂20ダメージでおしまい。はい、1枚引きます。サポートペッパーを使います。仲良しポフィンと技マシンエボリューションを手札に変えます。仲良しポフィンを使います。ナックラーとビッパをベンチに出します。はい、エネルギーがないんだよな。あらエボリューションできない。エボリューションしたかった。バン終わります。よっしゃ、じゃあ1枚引きます。手札から砂の毛側にエネルギーをつけて、じゃあ技パワージェム60ダメージで倒します。はい、クレフィー気絶です。1枚取ります。ナックラーをバトル場に出します。1枚引きます。基本投エネルギーをナックラにつけます。技マシン、エボリューションもつけます。これでランジャモン。はい、ナックラーをベンチに出します。これでエボリューション使います。ナックラとビッパーを選択します。ビブラーバとビーダルに進化。エボリューションをフラッシュします。はい、どうぞ。1枚いきます。輝く夜行がベンチに出します。やっと特性が使えるんでね、ここで一回隠し札していきましょう。今いきます。オーガポ緑の面 EX を出します。特性緑の枚使って1枚引きます。ネストボール、オーガポ緑の面 EX 出します。では緑の枚を使って1枚引きます。トレッキングシューズ使います。手札に加えます。じゃあトレッキングシューズを使って手札に加えます。さらにトレッキングシューズ、はい、ポダッシュして1枚引きます。さあ、じゃあポケストップを出して効果を使います。はい、3枚をトラッシュ。じゃあグッズの大地の器を加えますね。はい、大地の器で大地の器をトラッシュ。高エネルギーと草エネルギーを手札に加えてきます。ポケギア 3.0 使います。オーリム博士の気迫を手札に加えてきます。オーリム博士の気迫でこの2匹を選択。草エネルギーをつけて雷エネルギーをつけて3枚引きます。クレッフィーを倒した途端に動きが良くなりましたこの番頑張ってますね、うん、手札からタケルライコ EX に等エネルギーをつけて、これで技宣言パワージェムで60ダメージ、うん、はい、ナックラー気絶です。はい、1枚引きます。ビブラーバをバトル場に出します。1枚引きます。サポートペッパーを使います。夜の短歌と負けキハチマキを手札に加えます。はい、
夜の単価を使います。クレッフィーを手札に戻します。クレッフィーベンチに出します。基本とエネルギーをつけます。フライゴン EX に進化。お、来た。ミミッキをベンチに出します。魔剣気ハチマキをフライゴン EX につけます。これで働く前まで手札が2枚なので3枚引きます。ポケストップをボールタウン、ボールタウンの効果使います。ミミッキをベンチに出します。これで技ストームバックを使います。魔剣気ハチマキがついているので160ダメージ。はい、リーチの守りをつけていて HP170 になってたので耐えました。耐えるの強っ。倒せない。ただここはもう一度クレッフィーに頑張ってもらいます。出てきました。どうぞ。じゃあ1枚いきます。ポケモンキャッチャー使います。よけろ。よいしょ。よけろ。よけろ。よし。よけてる。もう一丁いきますか。たらーい。よし。すげえ。マジか。よかった。軽すぎる。そうっすね。そしたら引き続き種ポケモンの特性が使えないと。じゃあ砂の毛皮逃がします。はい、タケルライコ EX を出しまして、ここでねトラッシュにエネルギーを作れたのでオーリム博士の気迫使います。はい、この2匹選択で3枚引きます。手札からオーガフォン緑の面 EX にエネルギーをつけます。じゃあこれで技宣言極雷号で1枚トラッシュの70ダメージ、うん、はい。はい、記述します。はい、サイド1枚取ります。サイドはねちゃんと進んでますね。結構優勢なんじゃないか。こっからこっからフライゴン EX を出します。1枚引きます。ハイパーボールを使います。手札を2枚トラッシュ。ビブラーバを手札に加えます。ナックラをビブラーバに進化。基本とエネルギーをビブラーバにつけます。カウンターキャッチャー、お、砂の毛皮狙われている。逃がしてはいけない。これで手札が0枚の状態で働く前歯を使います。仲良しポフィンを使います。何も出しません。はい、もう1枚使ってこれも何も出しません。はい、キチキギス EX をベンチに出します。特性逆手に取るで3枚引きます。これで技を使います。ストームバック160ダメージで、このポケモンをベンチポケモンと入れ替えます。ミミック、おお。そして砂の毛皮が倒れちゃうというね。さあ完璧な作戦だ、ね、ミミッキーを倒してくるアタッカーを先に倒すということですね、はい、これでサイド1枚取ります。はい、オーガフォン緑の面 X を出します。はい、1枚引きます。隠し札使います。トラッシュして2枚引きます。緑の枚使います。エネルギーをつけて1枚引きます。じゃあ夜の単価使います。はい、ここはまあ砂の毛皮ね回収しないと。で砂の毛皮出して総エネルギーつけて、オガポ緑の面 X 逃がします。はい、やばい作戦が。砂の毛皮出します。エネルギー回収で、はい、草エネルギーを2枚で緑の面使います。はい、ネストボール使います。はい、キチキギス EX をベンチに出します。逆手に取る使います。はい、3枚引きます。技使います。磁場炸裂でエネルギー3個以上場にあるので90ダメージ。はい、ミミッキ気絶です。あと1枚取ります。もう残り2枚になってる。まだまだまだ逆転してください。フライゴン EX を出します。はい、1枚引きます。ハイパーボールを使います。リッパとビーダルをトラッシュ。ネオラント V を持ってきます。はい、ネオラント V を出します。特性ルミナスサインでナンジャモを手札に加えます。これでナンジャモを使います。はい、森の封印石をネオラント V につけます。
基本とエネルギーをリミットにつけます。テラスカルオーブを使います。フライゴン EX を手札に加えます。フライゴン EX に進化します。これで手札2枚で特性働く前歯使います。3枚、特性逆手に取るで3枚引きます。ではこれでストームバック、うん、はい、160ダメージ入れちゃいますか。はい、もちろんサイドミミックを出します。あー、やばいな、気絶します。はい、サイドを1枚取ります。じゃあオーガフォン緑のメンエクスを出します。はい、1枚引きます。よいしょ、逆手に取るを使います。頼むまあね、だってボスの仕事は私だからさあ、あーないね。おお、第一の器はイキリンコイエクスを取らしてる。はい、草エネルギー1枚だけ加えていきます。はい、隠し札使います。はい、2枚引きます。危ない緑の枚使います。はい、草エネルギーが4つになるとね、実はエネルギーが1個ついたフライゴンエクスを弱点込みで倒せるようになります。おお、草弱点、まあ、いろんなとこ見てね、一応あって、1枚引きます。はい、スーパーエネルギー回収、入れ替えカードとクライヤーをトラッシュします。はい、高エネルギー2枚と草エネルギー1枚を手札に加えます。はい、じゃあバトル場の緑の枚使います。1枚つけて1枚引きます。めっちゃ引いてますがではポケストップくこれでじゃあ効果使います。はい、ロールの単価で砂の毛側につなげたいですけど、あ、ないです。ないか、めちゃめちゃ耐えてるぞ。じゃあ満を持してポケギア 3.0 を使います。あ、よいしょ、7。はい、うわー、なんもない、ないです。あ、そうですか、はいはいはいそうなんですか。結構しっかりこれは引いたつもりですが仕方ないですね、うん、もうないのかチェック。あー、なるほど。はい、じゃあこれで番終わります。はい、1枚引きます。なんとか生き延びた。ミミッキに緊急ボードをつけます、うん、まだサイドは負けているのでカウンターキャッチャーでプチキギス EX、うんうん、こっちはね、今度は等弱点ですからね。ハイパーボールを使ってフライゴン EX と不思議な目を取らします。何も持ってきません。ここでナンジャムを使って相手の手札を減らそうと思ったんですけど、はい、おそらくボスの指令を持っていないので、うんうん、ここはあえて使わない作戦で行かせていただきます。なるほど、こっちから引かれやすくなった。緊急ボードがついているので逃げるエネルギーがない状態で逃げます。フライゴン EX をバトル場に出します。これで技を使います。ストームバック、130ダメージの負けん気ハチマキがついているので160ダメージの弱点、320ダメージ。はい、いや、ここで2枚取れるの大きいですね。効果を望みます。はい、ミミッキュと入れ替え、また来たよ。じゃあこれで気絶ですね。はい、サイドを2枚取ります。まあ、そろそろね、夜の単価引けると思うんですよ。じゃあ出して1枚引きます。じゃあ隠し札使います。トエネルギー取らしして2枚引きます。じゃあここでね、エーススペックシークレットボックス、お、3枚取らしグッズ、ポケモンの道具、サポート、スタジアムね、それぞれ持ってこれます。でですね、僕ボスの指令ないんですよ。ないのか。やるでフィニッシュと思いきやね。だから普通にミミックを倒せる砂の怪我を用意する夜の単価と、まあ、サポート折り任せの企画を持ってきます。これはいろいろと助かってますねここっぽいんですよね、ボスの指令ね、トラッシュにもないんで。じゃあ夜の単価を使って砂の怪我を手札に加えてきてベンチに出します。はい、高エネルギーをつけます。はい、じゃあこちらバトル場を逃がしまして砂の怪我を出して磁場炸裂で90ダメージ、はい、消します。はい、サイド1枚取ります。フライゴン EX を出します。1枚引きます。ネストボールを使います。ガチグマ暁 EX をベンチに出します。派手なの来ましたね。森の封印石、スターアルケミーを使います。1枚手札に加えます。ボスの指令じゃあせっかくなんでタケルライコ EX で。わかりました。
フライゴン EX は逃げます。これで技ブラッドムーンをエネルギーがない状態で使います。240ダメージ。はい、かけるライコン EX 倒れます。おお、サイドを2枚取ります。ということで石山選手の勝利です。大逆転これな。よーし、ちょっと最後の1枚サイドボスにいたんですよ。次のマニアック扱うと思ったら、うん、いやー、ここでブラッドムーンいいですね。よかった、うん、一見130ダメージとかじゃ僕のポケモン X 倒れなかったんですけど、うん、最後綺麗に決められてしまいました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じでミミックと組み合わせたり、他にもいろんなポケモンと組み合わせても強いと思うので、皆さんも考えてみてください。今日2人が使ったデッキレシピと、ポケカ視点の直伝デッキレシピ4つが載ったトレーナーズウェブサイトの記事を説明欄に載せておくので、チェックしてみてください。この動画が面白かった方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回。バイバイ。バイバイ。